ボビー・キール・ティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ホンタナ出身の、元プロ野球選手。1999年にミネソタツインズと契約した。2001年4月10日のタイガース戦で、メジャーデビュー。2002年は112試合の出場で打率。291.12本塁が、41打点を、記録し、新人王の投票では4位に入った。ポストシーズン。 オークランドアスレチックスとのディビジョンシリーズとアナハイムエンゼルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは7ダスウブアンダに終わった2003年7月16日にトレードでトロントブルージェイズへ移籍した2003年11月18日にテッドリリーとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍2007年7月31日に自由契約となった2007年8月6日に ボストン・レッドソックスと契約。レッドソックスと契約後、参加、トリプル A のポータケットで10試合に出場し、8月18日にメジャー昇格を果たした。ポストシーズンでは、クリーブランド・インディアンスとのリーグチャンピオンシップシリーズで5打数にあんだ、2打点を記録し、コロラド・ロッキーズとのワールドシリーズでは、第4戦で代打でソロ本塁打を記録し、チームは4対3で勝利し、 4連勝でワールドシリーズ優勝を果たした。2008年1月6日にフルスのツインズと契約を結んだ。参加、トリプル a のロチェスター・レッド・ウィングスへ移動した。同年は参加トリプル a で過ごし、マイナーの最終戦の9月1日の試合終了後に自由契約となった。2009年1月にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。 6月22日に自由契約となった。2011年1月3日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。オフに自由契約となった。2012年はアトランティックリーグのヨークレボリューションでプレーした。2013年はプレーしていない。2014年はアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレーした。ありがとうございます。